皆さん新キャラクターミッションクリアされましたでしょうか。ということでね、今回ガルパンに新しいねキャラクターミッションが追加されて、まずはその特訓前のアルバムを何人か埋めようっていうのと、あとはそのメンバーのメモリアルエピソードを読んでクリアするっていうミッションが2つ追加されたわけなんですけれども、それをクリアすればキャラクターの新称号をゲットすることができるよっていうことになるんですが、今回追加されたミッションの数がものすごく多くて、新称号も1人多分7種類から8種類ぐらい追加されてるんじゃないですかね。なのでちょっと見てもらうと、このひなちゃんなんですけども、このひなちゃんまだねあと1人ゲットすればクリアできるんですけども、これ現状クリアできないんですよ。なぜならば見てください、ひなちゃんもうコンプリートしてるんです。だからね、現状クリアできないミッションが結構あるっていうことなんですよね。これはね、だから相当難易度の高いミッションが追加されたなぁとは思うんですけれども、まあこれはでも一つのモチベーションにはなりましたよね。まあそれこそイベント報酬のメンバーもちゃんと回収したいなとも思いますし、ガチャとかでもね、その新規メンバーを当てた時の喜びがまたひとしきり増えるっていうところ、かなり嬉しいですね。しかもなかなかね、称号のそのセンスというかね、結構いい感じの称号がたくさんあるんですよね。例えばね、丸山彩ちゃんとかもね、ありますね。これですね、頑張りマシュっていうね、なかなかね、面白い称号たちがたくさんあるので、まあ、今回ちょっとね、まあ、どういう称号があるのかっていうのを皆さんと一緒にね見ていこうかなと思います。めちゃめちゃ称号増えましたね。たえちゃん見てこれ、無の心、きっとあれだろうな、あのバレンタインの時のやつでしょうね。リミちゃんもいつも心にチョココロネ、お姉ちゃん子とか、あ、見てこのサーヤちゃんの、うちのサーヤのこのパンの聖女、偶聖論ですね。これはもういろんないですよね。アリサもすごい、おばあちゃん子とか、生徒会初期盆栽かける愛、プラ弁慶、すごい、内弁慶ではないんだね。しかもこれ見て、5教科合計480点、ただただ秀才だ。ランちゃんもでもなんかランちゃんっぽい感じしますけどね、悪くないねとかって。これ見て、屋上が縄張り、範囲が狭え。モカちゃんらしいポイントカードガールとか、これ見て、ランパパの差し入れ待ってますみたいな、ハッシュタグみたいになってるわ。ともえちゃんもいいな、頼れる姉とかもね、いろいろあるけど、つぐちゃんすごい、全力全身ガール、倉田真宏ちゃんの大義語だ、全力交代ガールの。なるほどな、すぐの一声もいいね。バンドやろうよとか言ってきそうだもんな。うちの心もね、もうこの全人類スマイル計画が欲しかったから、もうこれはつけましたよ。あとはワールドワイドスマイルとかね、もうこれもちょっと自慢になるからと思ってつけましたけども、カオル先輩もこれ、今日のシェイクスピアとかね、一番センターとか、確かね、ハローアピア全部この前のソフトボールイベントの時のポジションとかが全部称号になってるんですよね。カノン先輩もいいね。救難信号は増え、クラゲに包まれたいってのもありますね。ただただ危ない、これもすごいな。迷子の達人って、なんか別のキャラクターがちょっと見え隠れしてますけどね、これね。まあ面白いですよ。あとはもうね、奥沢美咲ちゃんも常識のガーディアンとかね、いいですね。そして丸山彩ちゃん、エゴサーチャー、自撮り研究家、まだまだ続く夢ノートとか、これすごいな、神々？熱狂的丸山ファンが言うやつでしょ、これ。今日も噛んだぞ、やちゃんがって言ってね。これ、まやちゃんもまやちゃんらしいな。この隙間マニアってね、いいね。イブちゃんもこのオールデイズ武士道って、これ、ラジオ番組名じゃなかったかな。鎧兜が元気の源、すごい源。ゆきなさんもすごいね。ゆきなさん、これ、やっぱり絶対猫が好き。すごい念を押す。知ってるけどもっていう感じですね。これもすごいね。猫あるところにユキナありっていう名言っぽいけど、ただの猫好き。このさ、さよさんのやつもちょっとすごいな。フーキンはポテトがお好きって、女の子が好きそうなネーミングセンスだな。リサネーノもすごいな、これ。コンビニ接客10段、よくわかんないけど、すごそう。いやー、やっぱりこうやって見てるとさ、運営のセンスってすげえな。